はい、というわけで今回クォーターパンダ限定シリーズルビースパーク、こいつを買ってみました。なんかこう紐がついてますよね、箱で。なかなかすごい、ジェリースパークというのがいろいろ入ってます。ほらジェリー、クォーターパンダジェリーですよ。1個1000円の、あの噂の1個1000円のハンバーガーですよ。書いてます、ここにね、チョリソとアボカドの奇跡のマリアージュ、ソフトフランス風バンズにチョリソ、グリルオニオン、ペッパージャックチーズ、ビーフパテ、アボカドシーフード、それにこのまた紙がねついてるんで、これ多分またこのここにハンバーガーをこう挟んで食べろという感じになっている。ルビーモレロです。はい、うん、なんかすごいです。これは美味しそうですね。パンがなんか美味しそうでしょ。食べましたね。これと同時にですね、こういういろいろついてるんですね。美味しそうだ。これがソフトフランスパンになっております。ソフトフランス、ね、それからチョリソ、チョリソ、それからオニオン、オニオン、ペッパージャック、ペッパーチーズね、こういろいろこうなってるんですけど、入ってますね。ということで、このクォーターパウンダージェリーバーグこれ食べられると思うんですけど、やっぱりどこ食べるんですかね、これね。1000円ですからね。これを多分こう、この角にこう入れてもいいと思うんですよ。こうね、こう、こうだと思うんですよ。それではこう、一口でね、ぜひ行ってみたいと思います。フランスパンなので、テラミナトさん好きなんじゃないですか。フランスパンですよ。何でしょう、やっぱりアボカドソースも、うん、思ったよ。でもチョリソと、でもこのチーズっていうのは分かんないけど、チーズっていうのは分かんないですけど、玉ねぎと、このでもやっぱりこのメガンだけあって、このパテもお肉も結構ジューシーですよ。でもアボカドソース、うん、このフランスパンは美味しいね。パンが、バンズが美味しいね。ちょっと汚いらしいですけどね、なかなかやっぱりでも美味しい感じで、うん、ジューシーですよ。美味しくいただきました。この箱かわいいね。ありがとうございます。